ああいう出会いは人間の命も書類も関係ない。それがまずいものなら迷わずシュレッダーにかける。そんな連中だ。引き金が軽くて仕方がない連中だって世の中にはたくさんいる。このビルの中にいないとは限らんだろう。裏の道に片足を突っ込むということはもう片方の足を棺桶に突っ込むということだ。せいぜい気をつけろ。じゃあ匿名でネットに噂を流すとかは？あの会社の悪事とか計画とか。ああ、できれば今日にでも琴子さんの身柄を確保したい。それが姿が見えないんだ。事態が事態なだけにさっき起こしに行ってみたんだが、いなかった。きっと、こんな時だからこそですよ。なかなか難しいお話ですね。期限は夜8時だ。それ以上は待てない。もし間に合わないようであれば私が攪乱して京一郎を突っ込ませる。ち、記憶を消したのが仇になったか。それでは時間もないので私は早速取り掛かります。ねえねえ、私は？黙ってるなんてできないよ。わかった。ならマイコはミツコを手伝ってあげて。連絡係くらいなら危険もないはずだから。うん、わかった。
普段はメイドだ。鴨会長付きのな。そういうことだ。さあ、無駄話はここまでだ。行くぞ。何も全社を挙げて乗っ取りに乗り出すわけではあるまい。あそこのスーツ姿の社員たちは何も知らないんだろう。悪事を働く時のポイントはな、悪事の手伝いをさせていることをいかに下の人間に気づかせずに加担させるかだ。それこそあからさまな悪の秘密結社なんてのは下の下だよ。京一郎くんですか？はい、今なんとか準備できたところです。ギリギリでした。はい、例によってですが停電を起こします。ただし今度は補助電源にも切り替わらないように細工しました。頑張りましたよ。手配するのも大変でした。というわけで警備がそちらに気を取られている隙に侵入してください。8時ちょうどです。頑張ってください。それはまた大掛かりだな。さすが三つ子だ。とにかく琴子さんの捜索が最優先だ。手分けして探すしかあるまい。わかった。
おいおい、穏便に行こうぜ、穏便に。大した度胸だな、父デカ女。やっぱり来たのね、おちびちゃん。怪我をしても知らないぞ、露出狂。ええ、相手をしてあげるわ、発展途上娘。
そう生きり立つなよ。俺が何をした？そうなるかもな。なあ、そうだな。京一郎に負けることはないだろうな。この件から手を引け。そうすれば俺は何もしない。やれやれ、叶わないと分かっているのにどうして手を引かないんだ。分かった、いいだろう。これを持ってここを出ろ。男はここにはいない。人に聞いてばかりでは成長しない。お前も自分の頭で考えてみろ。